Hi everyone! Welcome to Glim's Spanky World! Glim's Spanky Radio, Instant Nation! Glim's Spanky Radio, Instant Nation!グリムスパンキーレディオインスタントネーションへようこそ。グリムスパンキーギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。ここは僕らの架空の国インスタントネーション。音楽の話はもちろん僕たちのプライベートの話、マニアックな趣味の話などなど、グリムスパンキーの不思議な世界に皆さんをご招待する番組です。はい、今週もやってまいりましたけど、はい、今日のニュースはこちら、長野県あるあるを検証しますということで、はい、まあいろいろあるじゃないですか、長野県だけのもの。前言ってたなんか白文鳥とか、これ、ね、給食で使ったお椀を洗ったお湯で飲む、まあ言ってたやつね、松尾さんがね、うん、そう、お湯を飲むやつ、ね、そう、給食のね、こうなんか茶碗とかの汚れを、なんかこう汚れたちょっとなんか残ってるやつとかをお湯で湯水でそのお湯を飲むというね、そう、今考えるとやばい、やばいね。でもそれは全員やってたね。やばい、今もやってるのか、今もやってないんじゃない、今さすがに今やってないんじゃないの、どうかな、というその文化がありまして、はいはい、いろいろあるんですけど、うん、ごちそうさまでしたをさ、いただきましたって言うじゃん、うんうんうん、で、ただいまを行ってきましたって言うじゃん、うん、まあ別にそれもなんかありな気がするよね、それは、そこに関してありだけどね、なんか笑われるけどね、みんななんで言わないんだろうね、むしろって、うん、行ってきます、行ってきましただよね、普通に考えて、いただきます、いただきました、いただきました、割とそんな変じゃないってねえ、てかそれが正しいって思ってたからね、まあね、そうだね、うん、これ言わねえだろうと思うけどさ、うん、今夜のおかずはと聞くと信州ポークと答えてしまうって書いてあるけどさ、そんなわざわざ言わないよね、CM がねあるんですけど ね、信州ポークのね、今夜のおかずは信州ポークとか言ってさ、とんでもねえうまさだね、そういう CM があるんですけど、だいたいマルコちゃんとかの世界さん、ね、やってるやってるのとこに流れるね、3人の豚が踊るんだよね、そう、豚がなんかね踊ってんだよね、じゃあ黒いスーツ着てさ、いろいろその面白いご当地 CM 多分ね日本各地にあると思うんですけど、うん、長野県でいうと、まあ、信州っぽくだったりとか、そうね、あとね、僕が一番好きなのは、うん、シダカバリゾート池の平ホテルこれなんかその後にさ、なんとかレンジャー来るみたいな感じそうですこれちょっとボンボンになっちゃう兄弟、そうだけどでもね、はい、ということで長野県あるあるいっぱいあるんですけど、ちょっとね思い出せないこともあるかもしれんから、長野県のみんな何かあったら教えて、また、うん、そして他の県の人も面白いこう、ね、自分の県の面白いこととかあったらぜひ教えてください、はい、曲はね長野県全然関係ないんですけど、うん、今日も僕のセレクトでして、ちょ最近知ったねすごいかっこいい女性のシンガーさんをかけようかと思います、聞いてください、ビリー・アイリッシュで Come Out and PlayWake up and smell the coffee. Is your cup half full or empty? When we talk, you say it softly, but I love it when you're awfully quiet. You see a piece of paper.Could be a little greater. Show me what you could make her. You'll never know until you try it. You don't have to keep it quiet. And I know it makes you いや、この人はね、なんかまだすごい若い人みたいな、うん、10代とか、まだ下手したら15、16歳とかそんな程度らしくて、うん、なんかね、僕ね、たまたまネット見てて見つけたんだけど、いろいろ書いてあってさ、歌い文句とかもこの、うん、ラナデルレイや、こう、ロード以降の天才みたいな感じで書いてあって、おーと思って聞いたら、そっか、ラナデルレイとかロードももう、そういう、まあ、そのビッグネームですからね。ビッグネームです。例えられる存在よな。そうそうそう。で、聞いてて、歌もなんかいい感じだし、うん、なんか音もかっこよくて、うん、
すごい心地いい感じのね。そういいんですよ、すごい、いろいろね、すごいこれからもっとすごくなってきそうな予感のする、あのアーティストです。はい、楽しみです。はい、お送りしたのはビリー・アイリッシュで Come Out and Play。 Glim Spanky Radio Instant Nation。This program is broadcasted at each station in the JFN affiliation. クリムスパンキーレディオインスタントネーション。クリムスパンキーギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。はい、じゃあ今日は早速コーナー行こうと思います。はい、行きます。ミュージックディグ。僕たち二人は趣味や好きなものが違っても音楽は共通点ということで、このコーナーはお互いに好きな曲を持ち寄ってね、紹介するコーナーなんですけども、はい、今日は、リスナーの方からのメールから紹介していこうかと思います。はい、うん、ラジオネーム秀明土井さん。はい、お二人はクレイジーケンバンドを聞いたことはありますか？ありますよ。僕はシャリマールという曲が一番好きです、はい、濃厚な R&B ファンク色が強いです。ワイザスで荒々しい昭和の横浜の雰囲気です、はい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 、ぜひ番組で紹介してください。かっこよくさそうですね。ということで、秀明土井さんありがとうございます、うん、というわけで、まず流します、うん、クレイジーケンバンド&野坂昭如でシャリマール。シャリマール。サディカノラファミリアスタンザホーミーチェイサー。一国の街で黄昏迫る大黒不倒の弱夜、パキスタンから体一つで来日した中古車貿易商。
りしているのはクレイジーケンバンド&野坂昭如でシャニマールです。はい、あのクレイジーケンバンドもちろん聞いたことありますし、うん、一緒に共演もしてますし、俺の話をしか分からんかった、ね、あとねクレイジーケンバンド の, あのギターのね、うん、あの小野瀬さん、うん、とすごいあのね仲良くさせてもらってて、そうですね、でそれは三浦淳さんの、うん、バンド、そう勝手に観光協会 Z というバンドのギターをね弾いてるんですよ。 それで一緒にあのやったりしてて、そう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 、であのクレイジーケンバンドもテレビ収録とかでね、うん、こう何回か一緒になってるんで、ご挨拶したりとか、うん、当然あの演奏とかも聞いてまして、はい、いろいろ接点があります。はい、そんな感じです。はい、クレイジーケンバンドは主に鍵盤で作曲されてるみたいなんですけど、グリームはギター以外の楽器で作曲しようと思ったことはありますかっていうふうにあのここに書いてあるんですけど、はい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 、ありますかね。ギター以外弾けないからはない。僕結構あるよ。私はないな。あと鼻歌とかしかないな。うん、そうだから鼻歌もギター以外じゃないって言ったら。あり？鼻歌なんてギター以外でギター使ってないでしょ。そっか。うん、でもまあほとんどギターかな。コードもうまあギターで鳴らしてるからね、うん、困んないよね、うん、てか別になんかギターのがどうのことっていうよりもさ、ちゃんとコードを鳴らせればそれでさメロディー考えられるわけじゃん。そうそう、だからさ、例えばさ、私はさあの歌、うん、メロディーも歌詞も作るからさ、うん、やっぱその一番弾き語りをしやすいもので作るけど、亀はさあのサウンドとかを作るじゃん。うん、僕はな、うん、だからそういう場合はやっぱりさドラムから作ったりとかさ、まあ僕はそうよ、だからそういうのをするよね。まあそう、僕はそうなんだけど、例えば松尾ちゃんの場合は、うん、コードが鳴ってれば、うん、あのメロディー作れるわけじゃん、うん、だからそれが一番ギターが弾けるからギターがいいってだけで、だからそのギターが奏法的にどうのこうのっていうよりかはコードがちゃんと鳴らせるかっていうね、うん、そうそうそういうことです、うん、それこれが言いたかったんだ、はい、僕はそういうことです。ただたまにさ、だからさあのリフのとこリフのバックにさ歌をつけるとかあるじゃん、コード進行じゃなくて、あ、そう、そういう時はさそのコードじゃないじゃん言ったら。そうね、だからさ僕がさ作ったやつをさ iPhone で聴きながらさ松尾さんメロディーつけてたりするじゃん、リフのところとか。あ、リフね、まあ、リフはまたちょっと違うからね。そうだからすげえ松尾さんのやり方がさアナログですぎてさ、あの僕が送った音源をパソコンで流しながらそれのリフの上に歌を歌ってそれを iPhone で撮ってる、うん、っていう音源が送られてくるからさ、うん、松尾さんパソコン使えるんだればさそこに一緒に合わせられるじゃない。いいやすげえアナログな方法で送られてきて前びっくりしたよ、うん、リフとかはねやっぱりこう亀が弾いたそのリフだけずっとリフ、うん、リフ、ね、リフをね、そうリフレインしててほしいからその場合なかなかすごい弾くとなるとさそっちに気いっちゃうじゃん、作曲してる時によ。それ難しいよ、弾きながら歌うの。だからもうその亀の考えたそのリフ、素敵なリフがあったら、うんうん、もうそれをずっと繰り返しててその上に歌をつけると、そしてそれを iPhone で撮るそうそうそれ結構すごいなと。そう、まあ、そのリフから作る場合はだから本当に特殊かな、うん、あとはもう弾き語りとかでさ、でね、作るからさ、はい、またあれだけど、まあ、そんな感じで作ってます。そうだね、はい、鍵盤も弾けるといいな、うん、もうちょっと僕もでもコードくらいパンパンパンとできるから、うん、ということで、今日のミュージックディグは秀明土井さんおすすめのクレイジーケンバンド&野坂昭如で、シャリマールを紹介しました。はい、 Welcome to Glim Spanky World じゃあメール紹介で、僕にもたまにメール読ましてよ、うん、あ、これ前送ってくれた人だ、ラジオネームイエモンプライマルさん、男性10代 FM 愛知、ありがとうございます。レミさんに質問があります。はいはい、僕は音楽の専門学校に通っていてボーカル専攻です。ほう、僕の学校では週に1回ライブパフォーマンスと呼ばれる授業があり、この授業はボーカルと各楽器のコースの人が集まって課題曲を演奏していく授業なのですが、次の女子の課題曲がグリムの怒りをくれようになりました、うん、この人は男だからこの人が歌うわけじゃないんだよな、うん、なんかな、そこで僕は女子に混ざって怒りをくれようをキーを下げて歌うことに決めたのですが、すごいな、いつも練習でこの曲を歌っているとラストのサビのあたりではすでに疲れてしまい声が弱くなってしまいます、はあはあ、そこでこの曲を歌うにあたり何かコツやポイントなどありますか、うん、ぜひ教えてください。はい、そりゃはさ疲れるよ、高いとか続けばそれは疲れるよ、それは松尾ちゃんはプロだから疲れねえんだよいや疲れるよプロでもそうなの、プロでも疲れるさそりゃいや僕なんてカラオケ行ったらさのさ、うん、後半のさサビとかもう歌えないです
わかるわかる。あるよね、人の歌とかだとあるよね。まとうちゃんはどうなの、ね、コツはですね、息をたくさん吸うこと。そんなみんな知ってるっていっぱい、いやと思うじゃん、うん、私もそう思うわけさ、自分で歌ってて、でも忘れてんの、息吸うの。そうなの。途中後半になってくると必死になってくるから、うん、息をね深く吸うことを忘れちゃう。薄くは吸うよ、うん、そりゃ息しないと死んじゃうから、うん、でもね疲れてきたなって思った時に深く息を吸えるタイミングでね、ブレースのタイミングで、うん、ちゃんと呼吸をすると、もう一回復活するんだよね。じゃあとにかくブレースをとにかくしっかり意識するってことが。そう、ブレースを場所とかもねあるけど、うん、まあいいタイミングでちゃんとこう、息をしっかりと吸って、うん、自分のこの体に余裕を持たせる、うんうん、そうすると出ますよ、私の場合は。あとさ、松尾さんに一つ聞きたいんだけど、あと親指に力を入れる、足の、うん、そんなこと意味あんの。ある。あれも言ってた、マスコさん、ドハチテンの、うん、そう、5本指ソックス履くって絶対5本指ソックスでやるとこう指に力が入ると、うん、そうするとピュッと出たりするのかな、うん、しっかりこう。あ、さ、一つ聞きときたいっていうかさ、当たり前のことかもしんないんだけど、うん、そのさ、ブレスをするとこってさ、うん、なんとなく疲れたらするんじゃなくて、もう決まってるよね、基本的には。そうね、必ず、うんうん、だから絶対ここでブレスをするっていうのはもうさ、そのもはやフレーズの一つというぐらいちゃんと決まってはいるんだよね。そうまあそれは当たり前か、うん、そう。あと歌詞のさ途切れ方とかもあるから、うんうん、ブレス決まってるよね、もうブレスも音符の一つとして、そうだよね、はい、考えて歌ってみてください、うん、そのブレスも音符の一つとして、ブレスした時に、うん、いつもよりも深く吸ってみると、うんうん、力がぐっとね持続します。ほうほう、はい、やってみてください。これは私だけなのかわからないけど、いやでも一番大事なことじゃない？だよね、その息するのね。私も基本的なことしかやってないから、うん、多分大丈夫。でもね、キーを下げてどんぐらいなの、結構高いよね。いや女子は基本のキーでも女子だとしては高いから、高い、ね、男性側だとなると結構下げなきゃ、だからさ、うん、難しいよね。でもまあいけるよ、うん、きっと。でも専門学校のさ先生ありがとうな、課題曲怒りをクレームしてくれて。そういうことなのかな、自分たちで決めるんじゃないのかな。自分たちで決めたのかな、わかんないけど。でも何、専門学校でさボーカル専攻って何習うんですか、それを知りたい。いや、まあ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 とかやるんじゃないの、とかやるのかな、あるんじゃないですかね。でもさ、それをやるじゃん、うん、でもさ1年2年通うわけじゃん、うん、そのうちこう何をやるのかな、ボーカル専攻って。いや、まあ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 とかやんの、やるんじゃないですか。すごい気になるの、あとその何を習うんだろう。ライブのさ、うん、ライブのやり方とか学ぶんじゃないの。どういう、そういうのあれ、それはない違うか、ちょっとね知りたいのでぜひ教えてください。ボーカルの煽り方みたいな、客の煽り方、そんなんバンドによってじゃん、音楽によって全然違う。そうだよね、別に煽らなくてもいいし。そうね、うん、ちょっとね気になるのでぜひ教えてください、うん、何やるのかな。多分その歌だけじゃなくて、その見てくれの感じとかも多分評価に入ってんだよ。なるほど。だからでもさ、その評価もさ好みだよね。いやだけど、いや基本的にはちゃんとこう盛り上げてた方がいいっていうのが、まあ一般的な基準じゃないですか。分からん、何んだよ。松尾ちゃんはもうちょっと、松尾ちゃんはねこういうのばっかり言うで困るわ。あ、まあ、とにかくちゃんとこう堂々とパフォーマンスした方がいいってこと、うん、要するに、うん、そうね、それはそうだ、うん、それはそう、自信ないやつの音楽なんて聞きたくないから、そうそういうことです、そういうことですじゃないかなって僕は思う。それは非常にいいことですよ、はい、というわけですので、非常にもう話それちゃったけど、非常にいいですよそれは。話それちゃったけども、コツで言うとやっぱそのブレスというかね、息っていうところかなってことだよね、うん、松尾さんが言える範囲としては。息なんだけど、ただの息じゃなくて、こう深く息を吸うことね、うん、浅くなりがちです、うん、疲れてくると浅くなりがち、うん、で息が切れがちです、うん、だけど深く吸ってリセットすることで、最初の方のコントロールができるぐらいのこう安定感が復活します。はい、はい、ぜひお試しあれ。アドバイスありがとうございました。イエモンプライマル君もありがとうございました。ということで、番組では皆様からのメッセージ募集しております。メッセージはスマホアプリもしくは PC 版 JFN パークにあるグリムスパンキーレディオインスタントネーションのメールフォームから送ることができます。こちらでは収録後のアフタートークも聞けます。では、グリムスパンキーからのお知らせを松尾さんお願いします。はい、私たちの4枚目のアルバム Looking for the Magic が、発売中です。すっごいかっこいいアルバムです。ロックです。ぜひ聴いてください。はい、そうです。そしてこのアルバムのツアーが始まります。6
来年の3月2日長野クラブジャンクボックスから、全国24都市27公演の全国ワンマンツアー始まります。始まります、いろんな場所に行くのでぜひ皆さん来てください。はい、いろいろね他にもライブ決まったりしてますのでね、年末とかもありますし、はい、オフィシャルホームページチェックしてください、はい、あとね CD の封入特典で、早くこうチケットが取れる紙が入ってるから、うん、ぜひアルバム買ってくれた人はそこチェックしたりとか、はい、ライブ来たいって人はアルバムに入ってますので、チェックしてみてください。はい、じゃあ今日は最後の曲いきましょうかね。アルバムから、タイトルトラックいこうと思います。グリムスパンキーで Looking for the Magic。Glim Spanky Radio Instant Nation。 Glim Spanky Radio Instant Nation エンディングの時間です。はい、もう今年もあとちょっとですね。本当ですね。僕らさ、本当しばらく最近ライブなくてさ、年末のイベントまでさないからさ、そうね、結構ね爆発してますよ。ラブね、大丈夫、年末のイベントは多分もう爆発、もうライブやりたくてやりたくてうずうずしてた感じでこうね大爆発を起こして、すごいもう超もうぶち上げの最高のライブになると思いますんで、ぜひ来てほしいですね。そうですか。なんだよ、違うの？まあその時によるかな。でもさ、もうライブやりてーぜーでうずうずしてないの？やりたいね、うん、やりたいけど、この前友達の結婚式で歌ってきた。そうなの？それはどうだったの？着物で歌ったから歌いにくかった、うん、力入ったちゃんと。まあ一応それなりに。あ、なんだそれ。でもすごいね、幼なじみのさ、結婚式だったから、うん、本当にね感慨深かったよ。よかったね、うん、というわけでね、この番組では皆様からのメッセージお待ちしております。では松尾さん宛先をお願いします。メッセージはスマホアプリもしくは PC 版 JFN パークのグリムスパンキーレディオインスタントネーションのメールフォームから送ることができるので、ぜひ皆さん送ってください。はい、それでは今日はここまで。お相手はグリムスパンキーギターの上本博樹とギターボーカルの松尾レミでした。また来週。